繁盛の新しいマットで布団ちゃんが熱唱して、本当にそれ なんてやつそれ、なんてやつそれ、あ、これあれか、裸のやつか、あ、あった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 、これとかなんかめっちゃあれだよ、再生されてるよ、繁盛 M ステ、ほんとにこれ、電話してちょうだい、みんな丸く竹本ピアノ、その通り、本物なんだ、33歳、こう言ってんです、みやこです、お願いします、死ぬ前タイオールが始まる、勝利のつかみと轟き叫ぶ、はい、ボボと申します、私に会いたかったですよ、ね、なんで、あ、会いたかったです、もちろん、ね、もちろんです、私会いたかったですよ、 ありがとうございます、今日ちゃんと決めてきました、なんで昔の繁盛って親いんねや、いや、その関係ねえだろ、おい関係ねえだろ、関係ねえだろ、俺が親いるかどうかは関係ねえだろ、あの親父いないっすけど、親父あのこの前、あの親父この前死にました、普通にああ、そうそう、はい、悲しいな、お願いします、はい、ありがとうございます、みやこさん、ニコ生はもう最近やってないですか、もう全然ですね、プレアとも解除しちゃったんで、はい、あ、もうプレミアが解除しちゃったんで、あ、もうお金払う価値ないですもんねえ、でも加藤さんどうですか、え、加藤さんは、はい、あのニコニコとかは、あ、僕ね、あ、ぼ、あ、ぼ、僕、はい、見てたりしますか、あ、僕もちょいちょい結構ニコ生も見ますし、ニコ動画も見ますし、え、これ何これ、はい、結構ニコ生自体結構やってますよ、僕も、あ、そうなんですね、はい、え、これ何これ、読み間違っちゃった、あ、モコさんを加藤さんって言っちゃったんだ、いつ、え、ハンジョ歌うんだよ、ダンカマスでのしと売れるハイカラに俺様誕生呼ばせてやるよ、ハンジョのわーやりとやりすぎずどこオーダーかましで配信よ、カウント取ってナイスリードが広いっただけは勘弁しよ、わーやりとやりすぎずどこオーダー、なんでこいつアカペラで歌ってんだこいつ、諦めた一番カフェで立っちゃいけないやつだから。オニア、オニアの豚汁は液体、固体の両方が楽しめます。豚汁、あなた固形化します。美味しそうな香りのほら。うわあ、辛すぎる。3月16日の豚汁です。意味わかんないけど、なんか疲れた、もうこの動画疲れた、もう、あー疲れた、疲れたわ、マジで疲れた、あー、もうなんか情報量がたくさんあって、ゆうゆうたくんからのさ、もうなんか FHK のど自慢、班長のあれか、愛されてる証拠だわ、でもこれ班長が、 NHK のど自慢、今週はおいらが賠償金を踏み倒して逃げ込んだ町フランスのパリからお送りいたしますパリでやるわけねえだろ、ね、フランスってことか、これ始まってると思うんですけど、はい、ひろゆきです、こんにちは、よろしくお願いします、なんかいっぺんぞ、今日のベスト繁盛さんです、はい、どうも、ちゃお繁盛です、いいっすよ、二人でちゃんと話すの初めてですよね、あのさ、班長さんのことをめちゃくちゃ面白いって言ってる人見たことないんだよね、そのめちゃくちゃ面白いことをした記憶ってないじゃないですか、誰が F やお前、見たことないやろ俺の放送、お前、おいなあ、あ、じゃあちょっとその面白いとこ見せていただけたら反省して謝るのでお願いします、はい、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました、そして桃から生まれた子だというね、桃から生まれるかい、おい桃太郎という名をつけました、つまらないです、ハンジ雑談とか悪意があるけど面白くないときは寒気するが面白くないか、 F でいいと思いすいません、笑っちゃいました、レモン、夢ならばどれほど良かったのでしょう、
今だあなたのこと目に見る。呼んでいただきありがとうございました。ほろ出てきたわ。柔らかな風が吹くこの場所で。うめえじゃん、うめえじゃん。全てこの星で生まれ。恥ずかしいわ、ちょっと。うん。ちょっと恥ずかしいわ。うん。これ、俺ずっと歌ってんなら、ちょっとあれしてくれ。恥ずかしいわ、これ。うん。恥ずかしい。うん。恥ずかしいわ。もうやりたくことねえな。あとはこれでも流しとくか。下げんじゃねえ。下げんじゃねえよ、病気が。繁盛クエストだけ最後見てくれ。繁盛クエスト、これか。やりましょう、皆さん。やりましょう。今日は一緒にやらせていただこうと思います。音ちっちゃかって言ってください。これからがどこ持って下げるか。繁盛クエスト F A からあんのか。欲しいの、これは。初見プレイですね、完全に。初見プレイでやらせていただこうかなと。タイトル初見の書いた方がいいですかね。待って、名前3文字だけ。え、4文字か。毎回繁盛になるんだけど、まあいいや、しょうがない。こういう場合なんて名前つけたの、このゲーム。繁盛は、はいはいはい、繁盛か。オッケー、繁盛か。繁盛で、はい。しゃあ行こう。大丸になりました。そうそうか、おめでとうございます。本当に可愛い玉のような男の子で、うむ、あなた赤ちゃんいる。悪魔の子じゃん。可愛い赤ちゃん、よくやったな。おお、このように元気に泣いて。早速だ、この子に名前を付けないといけないな。うん、先生かって名前になってんじゃね。もしかしてこのゲーム、よし浮かんだぞ。トンヌラというのはどうだろうか。なるほどな。名前、名前勇ましくて賢そうで。名前決めないときに出るやつな。そうね、私も考えていたのです。繁盛というのはどうかしら。繁盛か、どうもパッとしない。お前最低な父親だな。ムカつくわ。こいつだけは絶対許され。しょうもねえな、お前マジで。舐めてんじゃねえぞ、繁盛。かかってこいよ、おい。こいつ殺す。おい、行くぞ。じゃあ11の声がうっせえ、集中できない。雑魚が繁盛語ってんちゃうぞ。なんだんだこれ。敵かこれ。潜水艦になってるわこれ。潜水艦ジュピちゃん、グロさん、ノンデリマジ。この7年間でラップがめっちゃ好きになったぜ。作ってくれたやつに感謝。すごいね。ワンシャーって言ってせー。4体枠なんだ、繁盛は。おー、強い。その全てを愛してた。これあれか。こういうモンスター。繁盛、オニア、ボドカ、ヨシナマ、ハセシンが同い年です。この中で一番嫌いな人ですか。うん、繁盛。うぜえ。普通に。もう繁盛、お前の尻の穴を舐めろってお前に言われたら俺は舐めれるぐらい好きだよ。謎解きですか。いや、謎解きじゃないんだよな。あー、終わったー。午後もサクセス。オッケー、疲れた、もういいわ。いや、この人、この人すごいな、センスあるな。で、繁盛のことがきっと大好きなんだろうな、きっと。繁盛のこと大好きなんだよ。愛だよ、これは愛。うん、愛だよ。でこれさ、謎解きですか。いや、謎解きじゃないんだよな、はさ、リアルでそういうキャッチボールしたんだっけ。本当の会話。あ、本当になんか記憶にね、そんなこと言うかな俺。うん、あ、卵の時か。あ、卵の時か。あ、自分の発言に責任持って、まあ責任は持ちたいけど、記憶に残るか残らないかまた別だからな。そうか、卵で多分頭狂ってたんじゃないかな、多分俺が。うん、多分ね。
あれ懐かしいったな、あれ。で、ほんと狂ってたもん。狂っちゃって、ほら、3人がさ、もう、疲れてきちゃって。繁盛も、俺も、河川君も。で、そんで、なんか俺はやっぱりさ、鼓舞しなきゃと思って、みんなを鼓舞しなきゃと思って、何を、唯一覚えてるのが、とりあえずこうやって、ズボンを広げて、チンコの写真撮って、みんなのグループラインに、俺のチンコの写真送ったことしか覚えてねえわ。で、それで士気が上がったんだよ。戦いのドラマが起きたんだよ。うん。そう。あれでね、みんなが一回、そう、鼓舞されたんだよ、あれで。そう。で、それで、よし、じゃあもうちょっと頑張るか、みたいな、形になって。うん。そう。そう、確か言ってたわ。河川くんが、ちっさって、そう。あれはね、ショックだったわ。うん。別にそういう、長さの評価じゃなくていいから、そう。ピンポーンって送って、風くん、今送ったファイル見といてって言ったら、ちっさーって言って。